もう一日でも早くこの家の家族に快適な空間でね、ストレスなく家事や育児に励んでいただきたい。景色を変えて、システムを変えて、奥さんの気持ちを変えたかったんです。の週末ビフォーアフターは、あの間違いだらけの週末ビフォーアフターの続編でございます。前回はですね、感動のフィナーレを迎えてですね、たくさんのいいねコメントいただきました。本当にありがとうございます。あちらこちらにあった収納システムをですね、この家の最適な場所に移動することによって、景色を変えて、ご夫婦感動して人生が変わったなんておっしゃっていただきました。まあね、前回はね、一通りね、お部屋を見ていただいたんですけれども、詳しいね、作業手順はお伝えしていませんでしたので、今回はそちらの模様をね、ご紹介したいと思います。片付いた暮らしを維持していただくためには、仕組みと景色を変えなければなりません。まず1階の景色を変えるために物を寄せなければならないんですが、その物を寄せる宛ては2階にあります。2階にありましたよね。無秩序だった物置部屋が。はい。あちらをですね、徹底的に物置部屋として、活用することによって、それ以外のお部屋をすべて片付けるという作戦です。物を寄せる順番としてはですね、2階への動線を考えて、1階の一番奥にある和室からね、直ちにしていくと効率が良いので、早速和室の作業手順からお伝えしたいと思います。ジャングルと化した和室だったわけなんですが、もともとね、お子さんのね、遊ぶスペースだったってことだったので、まあ、こちらをですね、お子さんがね、安心安全でのびのび遊べるようにですね、一旦和室にあるものをリビングに寄せて、さら地にします。週末ビフォーアフターでは、おなじみの地獄の景色がリビングに、できてしまうんですがね、まあ、そのおかげでね、和室のね、お掃除ができるのでね、まあ、私たちが掃除をしている間に、奥さんには、この和室で必要なもの、戻すものを選んでもらっております。ね、現段階のライフステージを考えると、まずお子さんのものが優先なので、お子さんのおもちゃをこの押し入れの下段に全て入れさせていただいております。この家にあった収納ケースの下にですね、リビングの収納の下に忍ばせてあったキャスター付きのスノゴをね、入れておりますので、出し入れしやすい仕組みになっております。はい。そして中段です。この和室、お風呂に近い場所だったので、はい、お風呂から出た後にね、着替えができたり、ね、下着が入ってると便利なので、そういったものが中段に入ってます。この入れ物、皆さん覚えてます？この部屋の、中央にあった、ジャングルのような収納システム、そちらをね、使わせていただいていますので、出し入れしやすくなっております。そして、左側見てください。こちらはですね、奥さんの結構書類系とかね、多かったので、まあ、ここにあった方がいいものをまとめて、入れさせていただいております。この棚覚えてます？はい、リビングに入った右側にあったね、棚をそのままそっくりこちらの方にね、寄せさせていただいて、仕組みを作っております。まあ、ちなみにね、天袋見てください。はい、皆さん覚えてます？玄関入ったところの建造物の下にあった、大きな袋を入れてる袋っていう袋。はい、こちらも。ちゃんと上げておりますので、背の高いご主人はすぐ取れるような状態になっております。下は子供、上は大人というようなね、セパレート方式に教えの仕組み考えておりますので、現段階ではこれでね、していってほしいなと思います。次行きましょう。押し入れに物が収納できたことによってできた空間がこちらでございます。はい。非常にね、のびのびと遊べる空間ができました。その中に入ってないもので、大人の服、それから布団類、あとね、シーズンオフの衣類というものは2階の方に寄せさせていただいておりますので、この中にはございません。景色というのはただ更地にするだけではなくてですね、ちゃんと収納システムも込みでね、景色を構成しておりますので、皆さん覚えておいてください。はい、次に行くのはリビングです。高いと再生を繰り返すのが古型式でございますのでね、リビングでも同じように更地にいたします。
ここではですね、リビングに残すもの、2階にあげるものを奥さんに選んでいただいて、残すものを種類別ごとに分けてもらっています。現在進行形のものは1階、そうでないものは2階に寄せる、はい、という形式の片付けはですね、捨てるか捨てないかではなくて、1階にするか2階にするかっていう、とっても緩いね、仕分け方法なので、片付けが苦手な人でもさっさと仕分けられるので、時間が早く終わるんですね。そもそも古型式の片付けは物を減らすことが目的ではございません。この家のシステムを整えることで暮らしを変えて、そちらをやった後に、必要であれば物を減らしていただくということで OK でございます。前回皆さん覚えてますか？和室とリビングを分断するテレビの位置を変えましたっていう話をしたと思うんですが、実はもう一つ理由があって、このテレビの位置を変えております。この家のね、リビングを散らかす最大の原因が、この家の家具の配置にあったんですね。ルームツアーの時、地べたに座るよりはね、椅子で生活してる方がいいっていうことをおっしゃってました。この家の家族はね、椅子に座る習慣があったんですね。はい、なので、テーブルを囲むように椅子が並んでおりました。はい、こうなっていくとどうなっちゃうかっていうとですね、まず壁に配置されているソファーとか、テレビの奥に座ることによって、そこはもう完全なる行き止まりになっちゃうんですね。動線が下げられている状態なので、物が溜まりやすい状態になっちゃうんですよ。つまりこの家具の配置が、この家の家族の動きを悪くしていたということなんですね。この状況を改善するために、まずテーブル周りは歩きやすく、左右どちらからもね、アクセスがしやすいようにしております。動きやすいリビングになることで、物が戻しやすくなって、散らかりにくいリビングになるんです。この元テレビの下にあった棚はですね、実は洗面の近くの通路の脇に設置しました。洗面はちょっとね、収納が少ないねっていう話をしてたのでね、ちゃんと補強しております。次に何をしたかというと、カウンター前のこの景色ですね。このカウンターをですね、移動することにしております。はい、手前はですね、押し入れの中に入れさせていただきましたので、このカウンターを移動することにしました。はい、このウォーターサーバーはですね、キッチンの方に移動させていただいて、へいらっしゃいってでね、はい、いつでもコーヒーがね、入れられるような状態になっております。リビングにですね、一つ扉があったんですね。実はですね、この扉開けるとですね、和室と洗面に行ける、なんか間が不思議な通路があってですね、私が決断したのはこの扉を封鎖することでした。どうしてかっていうと、この扉なくても和室からもキッチンからもしっかりとアクセスできる動線があったので、ここ塞いじゃっても困らないんですね。なのでこちらにですね、カウンターを寄せていただいて、はい、前回見ていただいたこの部屋にマッチしたカウンターキッチンができるわけですね。で、実はこのカウンターの後ろにですね、これホワイトボードがあるんですけど、あの分断していたテレビの後ろの扉としてですね、配置されてたものなんですよ。で、それ外させていただいて、見てください。ここね、非常に広がったリビングと和室が一体感がね、生まれることができましたので、こちらのホワイトボードは寄せていただいています。キッチンとリビングを結ぶ動線上にあることによってですね、ゴミをね、入れる場所とか、ざっくりボックスが置いてあってちょい置きできる場所とか、とにかくですね、中継先があるとですね、意外とリビングが散らかりづらくなります。生まれ変わったリビングの景色、すっきりしたと思います。動きやすいリビングになっております。残り30分というところで玄関に行きました。はい、これが現実ですよね。もう一目散でね、玄関にあった防災グッズとかいろんなものをですね、2階にもう今すぐ寄せろっつって寄せてですね、掃除かけて拭くんですね。ということで玄関がピカピカになるんですけども、時間がやばい、2階の解説お願いします。実はですね、私チームで作業をしているので、1階の作業をスタートしたと同時に2階に人を派遣しております。
まあ、なんて言ったって私は寄せる片付けなので、まず1階から物を2階に上げるっていう人材が必要なんですよ。まあ、上に寄せたものをね、まず2階の物置部屋に持っていくんですけどもね、まあ、この家ね、意外と収納には余裕があったので、まずご主人のものはご主人の部屋に寄せてます。まあ、もともと散らかっちゃった状態でね、地獄とかすんですけど、これまあ一時的なもので、カラッカラだったねあのクローゼットの中に物を寄せて、見てください、このように在宅勤務もいつでもできるご主人の部屋に生まれ変わりました。はい、まず和室にあった衣類をこのクローゼットの中に入れております。部屋中にあったこの DIY のグッズといったものもこのクローゼットの中に寄せていただいています。で、その代わりですね、まあ、この部屋にもともとあった棚にはご主人の書類系だったり本などね、あとパソコン類とかモニターがですね、まあ、下の方にありましたので、それも上げさせていただいて並べております。寝床のね、頭のところにね、結構ね大きめの棚板があったんですね。こちらはですね、実はこの棚の上に乗せさせていただいてデスクにしてるんです。もうそうすることによって、今までクローゼットの中で傾いてた椅子ありましたよね、はい、こちらで活躍できるような状態になったんですね。ダブルモニターでできる男になったご主人の部屋、めちゃめちゃご主人喜んでいただきました。そうそう、2階の階段上がったところにも収納ありましたよね。あそこね、結構ね、押し入れ台のね、広さがあったので、こちらには下にあった布団類を全部上げさせていただいてるんですね。まあ、そもそも使ってない布団が結構あったんでね。本来ならば、まあ、下のね、和室にあるのがいいんですけど、まあ、和室ではお休みにならないということだったので、まあ、こちらの方に一旦寄せさせていただいております。ということで、奥さんの寝室行ってきましょうか。はい、こちらのクローゼットね、まあ、ご主人が良かれと思って、まあ、1階に下ろしてたというクローゼット。ごめんなさい。全部、物させていただいております。はい、奥さんここで寝てるので、起きたらこちらで選んでいただいてね、下に降りていただきたいと思います。ということで皆さん、真ん中の物置部屋だったお部屋、執事ある物置部屋になってるんでしょうか。ね、私、もうびっくりしましたよ。クローゼットの中見たら。もう骨組みしか残ってないですよ。なんだよって。だったらもうここ物置部屋じゃなくていいじゃんってことで、はい。まさかの家事室に最後10分ぐらいでしたからね。この部屋に出ちゃってるものを全部クローゼットに寄せて家事室作ってるんですよ。私がね、物の整理を後回しにする理由っていうのがございまして、部屋をね、片付けるためには物減らさなきゃダメだろうってね。結構言われると思うんですけれども、この家のご夫婦は、片付けるのをね、諦めてたっていうぐらいね、片付けることが本当に苦手なご夫婦だったので、まあ、そういったご夫婦に、物の整理からやらせちゃうと、本当に時間もかかっちゃって、一つの部屋をできるかできないかってなっちゃうんですね。もう一日でも早く、この家の家族に、快適な空間でね、ストレスなく家事や育児に励んでいただきたいと思ったので、こういった形で、まあ、家全体丸ごとね、景色を変えて、システムを変えて、奥さんの気持ちを変えたかったんですね。奥さんの片付けスイッチが入った瞬間は、一番最初にやった和室の空間をさら地にした時に、奥さんの意識が変わったっていうのは確信してました。娘さんがね、このね、さら地になった空間でね、走り回るわけですよね。で、実はこの隣、リビングには地獄の光景がね、広がってたわけですよ。で、この天国と地獄という景色を見るとですね、人はですね、意識が変わるわけですよ。娘が喜ぶ空間にするために必要なものは何なのかっていうのがね、奥さん自分で分かったんですね。特に、物を捨ててとか言ったわけじゃないです。この和室に必要なものを戻してくださいって言った時に、奥さんが自分で選んだものを私は戻しています。でもね、同時に奥さん、その必要じゃないものに関してもご自身で選ぶことができたんです。自分の意思で、自分の判断でそれができたことが、この家の奥さんの人生を変えた一日になったということで、あの感動のラストシーンが生まれたんですね。物が動くと人の心は動くよと。さら地の効果は絶大です。皆さんもね、さら地にして景色を変えて、皆さんの暮らしも見直してみてください。ということで、今回の週末ビフォーアフター、いかがだったでしょうか。次回の週末ビフォーアフターは、4年前にお邪魔した家のママからの依頼で、子供が巣立った後の部屋の使い方を
アドバイスしてきました。どうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。終わった？あ、よかったらチャンネル登録お願いします。いいね、コメントもお待ちしてます。